りに会うあなたにどんな顔すればいいの。僕とは違う世界に住んでいる不思議なやつだった。忘れてた頃に電話が鳴るだけど久しぶりな気がしないのは、きっとそれはどっかで同じ匂いがするから、ガワガワまで意地張りで金遣いが荒くて、でもとっても素直で弱くて、心のどっかで引っかかる。猫じゃらしのように掴めそうになると、スルスル手のひらから飛び出してゆく。あ、遅れてくるのに顔を見た途端許してしまうのはなぜだろう。いい加減でずる賢くて常識知らずで、でも寂しがり屋のあなたが心の片隅で笑ってる。ここで会えるよ。ありがとうございます。